お疲れ様です、マッピーです。今日はステータス 1.1 ということで、今回はこちらですね。死ぬほど肉が多い大国主がね引けたんで、 S4 のコンバート紹介します。で、本当はね、さっきまでね、これで動画撮ってたんですよ。ビナリーダーでネイト入れたみたいな。フィリーナリーダーのネイト入りデッキを使ってて死ぬほど沼って、で、ビナリーダーのネイト入りデッキ使って死ぬほど沼ったので、ネイトはやめました。はい、そんなわけでね、送り主使います。うん、まあ実際今日のせいでね、ネイトきついわ。ネイトというか大丈夫。神の HP 上がってるのはいいけど、他のアタック 1.1 で。バフリーダーにも当たるし、あと、マタンに当たってもなんか HP 普通に相手も高いんでね、削りきれないっていうか、でも神だけ HP 上がって、他の属性の補正がね、なんかその普通とか、まあその HP がね、下がってたりしてたら熱いんですけど、まあそんな補正がね、今月全然来なくてね、はい、今月はちょっと代償きついのかなっていう感じです。そのわけでコンバート使っていきます。さあ、大国主入りのコンバート、S4 構築で B を1枚入れました。やっぱかなりはね、欲しいんで、B になっちゃうかなっていうところなんですけど、やっぱ大国主はそれを、それを考えてもね、うん、それを考えても有り余る、まあ、強さはね、持ってるかなと。15002ターン抱えて、25% カットと。これ強いんですよ。やっぱ2ターン完結っていうのがね、使いやすくて、まあ、与えるダメージも多いし、コンボの 80% 上昇もめちゃめちゃ強いという感じなんで、こいついるかどうかで、コンボあとは S4 にするか S3 にするかっていうのを変えるっていうのを、前からずっと言ってたんですけど、まあ、本当にね、そういうレベルだと思います。さあ、やっていきましょう。うん。それ考えてもあまりあるわ。これ強い。うん。本当に強いよ。大国は。捨てもいいしな。こいついるかどうかで S4 にするかどうかを、ね、もう俺は考えるぐらいのレベル。それじゃなければね、まあ、S3 でもいいのかなーっていうところなんですけど。まあ、大国いるなら S4 もありだよねっていう。で、今日のせ大国ね、まあ、みんな HP 上がってるんで、ヨダメに関しては。あれだなって感じなんですけど、まあ、スキル普通に強いし、神単対面とかでもめっちゃ強いしみたいな感じで、もうスキルが普通に強いんでね。はい、スキルが普通に強いんで。さあ、これはアステルからいこう。さっき花粉がえぐくてさ、花粉症、これもう症状出てるわ。鼻めっちゃムズムズするもん。めちゃめちゃ鼻ムズムズするし、くしゃみも多いし、これ絶対花粉症なんで、ちょっと行ってくるわ。病院じゃん、病院行った方がいいかな、耳鼻科とか。その薬のがいいんかな。まあでも市販でもいけるんだったら市販の薬でなんとかしたいんですけどね。アレジオンとかね。まあまあまあ頑張ろう。俺この季節が一番苦手だからな。ついーワクワン本も2倍出るもんな。ジュリーリーダーだから、あと鷹をくくってたらこうなるか。次まだあれ、次これあれだな、ここ使えるな。いっちゃおう。よいしょ。よいしょ。さあ、火力出しちゃって。まあ、チュポ撃たれたらしゃあない精神。先に火力出すぜ。耐えろ。いや、1.6 っしょ。耐えるっしょ。あ、でも今日あるか。リュウのアタック1.1か。いや、耐える耐える耐える。いけいけいける。大丈夫大丈夫。悩んでるから、チュポ持ってない。あるぞ。ある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 。これマジである。あ、マロン。マロニーはまずいな。一枚返ししかねえな。なんかいけ。パラサゴン、飛ばない。これ飛ばせねえな。ってなると、エリケス取って、二枚返しのせいで、腰投げてもいいな。よいしょ。ほい。腰投げてもいいか。ただ次もね、これパラサゴン。いや、三枚ならいけるか。三枚やるから。耐えろ耐えろ。赤切った。あるよ。ただあそこでエルケスキルギルだけどな、あんまりなんか持ってんのかな。まあ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 、まあ、考えてほしいな。オッケー、これ3枚返しある。あぶにー、こういう時送り主がいてくってけど、まあ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 、これ大丈夫っしょ。さあ、今日竜1.1だし、3枚返しいけるっしょ。頑張れパラサゴン。パラサゴン頑張った、よくやった。よーし、危ない危ない危ない、ね、怖かった怖かった。でも待って、速攻竜とかさっき俺大丈夫使ってた時全然来なかったんだけど、急に速攻やられたな。どっちかっていうと、なんか神タンとかが結構いたんで、大国は刺さると思うんでね、頑張りたいな。ただ言うてこいつ1枚で神タン抑えれるかって言われると、やっぱ今日竜じゃねえわ、神のアタック1.1もかかってるんで、ね、あれなんですけど、まあやっぱでもやってることはいいんでね、3000ダメージ与えてカットを入れてるんで。だってやってることビナーより強いんですよ。3000、その2ターン完結したらね、3000ダメージ与えて、その 25% が2回だから、瞬間というよりは
合計的に考えると期待値はね、みんなより高いんで。珍しい。でもこれ大丈夫使ってたらめっちゃリベンジされてたな。意外とこれでいいんかもしれん。待って、でもリベンジ怖えわ。リベンジ怖え。リベンジ怖え。いや、しかもなんか罠打たれたし。怖え。リベンジ超怖えわ。まあ、トレマー、あれだな。フルリクルリ行くしかないな。フルリクルリ。え、何そいつ。え、あー、まあまあまあ、でもリリーティーよりマシか。よかった。強くないか。ウィグーヌ。でもコンボが毒か。コンボなんだこれ。毒、ん？あれ、ね、毒ダメージか。毒ダメージ、なるほど。はいはいはい。え、毒ダメージ与えてる時。だから毒っていう、毒のコンバと打たなかったらいい話だよ。簡単な。はい。流星、星屑の中で、待って、でもリベンジやばい。火力出すとリベンジ怖えけど、まあ言うて俺が与えたダメージより相手は低いんでね。リベンジって基本的には。いっちゃうよ。で、春打った。あるんか、リベンジ、今。やば。それ強えわ。いけ。待て待て待て。そいつコンボレベルか。まあ言うてまだ耐えれるやろ。プロキュンいっか。はい、どうもプロタンです。やっほー。プロ行きまして、送り入れして、こういうパンして。あと繋いでよかったな、今。あいつに。あいつに繋げてよかったな、俺。あいつに繋げてよかったかも。あの、リベンジプラスライバーは死ぬか、その場合は。まあ言うてこれで、次で。けんちゃいますか。やばーい。ハネさ強い。強い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 。けどこれ次耐えるっしょ、まだこちらの HP 8300。さすが8000飛ばせないだろ。あ、危ない危ない危ない。これね、ベント打っちゃうとこいつのリベンジ発生するから、これはこっちからですね。絶望に抗え。OK。 いや、耐えた耐えた。83は耐える、さすがに。いやー、まあまあまあ、これ勝ちだろ。キル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 。大丈夫大丈夫、発散与える、さすがに。どうだ、ハデス C6 打たれたら危なかったな。マフィリだったら、マフィリリーダーでハデス入れたデッキの方が強いんじゃないかなとか言いたい衝動を抑えて、ここでぶっ飛ばしていきたい。オーケー、トリプルオーラ、送り主いかねえな。まあいっか、いっちゃおう。よいしょ、ほい、ペンペン、お尻ペンペン。オーケー、まあ、言うてギリギリだったな。これかなり引かなかったら飛んでないから、相手5-1だったら耐えれた感じもするけど、相手 S3 枚切ってたから。どうなんだ、あ、しおり、しおり打たれたらやばかったな。まあ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 、ちょ、リベンジはね、大丈夫でした。なんとかなりました。そう、しおりとかやばいんだよね、普通に。さあ、来い。あれ、あっちもしねえな。てか、オークリーシー全然手前来ねえな。肝心の国主が手間に来ないから、取れ高的にあれだが、まあまあ引けば問題ない。引くよ、今から。あれ、全然マッチングしない。全然マッチングしない。さあ来い。ちょっと水飲むわ。あのね、花粉になってね、くしゃみとか多くなって鼻水とか出るから、なんか知らんけどね、水分不足な気がする。最近水飲むわ。さあ行くぞ。あれー、なんで即流とかいるんだ。あれれれー。まあまあまあ、あの、こういうとこはエルティナの強いとこだな、あーと思ったけど、そうか、ユウヘンも初手から打てるか。ユウヘンよいしょ。いや、コンバートね、本当にちゃんと強くなったな。ちゃんと強くなった。いろんなことがあったけど、ちゃんと環境で使えるレベルになったな。よかったな、コンバート。まあ、とはいえなんかね、コンバート別に、俺外役とまでは思ってないんでね。全然対策できるデッキだし、いいデッキだと思うわ。楽しいわ、コンバート。よいしょ。まあ、確かに結構、上振れたらやばいけど、まだなんとかなるよ。罠とデバフに弱いんでね、基本的には。弱点も多い。あいや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 、はい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 、はい、で、ここいらっしゃいませー。よし、エルティナのコンボ強いから入れてねっちゃう。よいしょ。あとね、もうチュポンとかだったらマジで嫌なんで、先に火力出しちゃうみたいな。入れて、でもチュポン来たらやべえな。入れてチュポンやべえな。いぶろ。 OK。 よしよしよし。で、コンボが 1.2 上昇。いらっしゃいませ。あ、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 勝っちゃった。
まあまあまあ、待って、マジで来ない。大国打つ暇すらない。いや違うんだよ、神タンとか来て大国でしっかり勝ってカットしてコンボの倍率 80% アップでぶっ飛ばすみたいなことが俺したいんだけど、全然来ないなあいつ全然来ねえな。あいつ何をやってるんだ。大国主よ、やっぱ大国主っていうだけあって主だからなかなか来ないのか。主は主自ら出るみたいな。主ってなんだっけ、あのポケモンで主っていうのあるよね。なんか知らんけどポケモンにさ主ってあるよな。島なんだっけ、島の主みたいな。ジムリーダーじゃなくてさ主っていう概念あったよね。お転結か。争いたくはないのですか。お、ゴーラ君引いた。これゴーラ君別に後半残さないから初手から打ち。あ、そう、このゴーラ君のとこね、あの強魔っていうコンバートの効果アップの B ゴマにしてる人もいるんですけど、俺ゴーラ君の方が強いと思います。強魔にしちゃうとね、なんか毒とか火炎コンバートが減るし、あとあの倍率かけてる暇あったら殴った方が早いってのもあるし、倍率もね3ターンしかかかんなくてめちゃめちゃ低いんでね、これ強魔よりはゴーラ君の方が強いと思ってるんで、俺はゴーラ君を押します。私の自信は揺るがない。ほい。あとなんかゴーラってのも名前がかっこいいじゃん。ゴーラモスカみたいな。てかゴーラって名前さ、これ伸ばしようんだけど、ウにしたらさいるじゃん、魔のエスゴマにゴーラって名前かぶっとる。キャラ多すぎて。さあゴーラモスカ、こうこうこう、はあ焦ってついな。えいっ、いいね、ベントいいよ。メルセデスベントよくてエルティナ2枚返しで軽く出します。オッケー、雑に強いよ、雑に強くて今日のせい転結珍しいね。勝ちたいな、これは。で、X 来る。どうするかね、どうする。メルカバー強え。これメルカバーさ、エルヴィン団長出たからさ、俺使わなかったんだけど、言うて強えわ、こいつ。どうしようかな。いや、これこっちから行くか。一回受けるわ。相手、まだ、こっちに HP 2万3000あるし、一回受けて、で、次繋いで、で、フォース打たれたら、ベントで、綱抜きでいいんじゃないかな。これ囲うわ。受ける。ライフで受ける。さあ、そのアックスワンはなかなか強い。が、まだ HP 残るよ。ほい。OK、残る。で、ここに行き。はい。あ、強え、めっちゃ引き。じゃあ、待って、こういう時、遅れの人が引いてもよかったんだけど。まあ、いいけど。オッケー、つなぐぞ。子犬パワー。ワンうーん。オッケー、ワンして。よし。さあ、ベント。ベントあるぞ、俺には。ベントあるよ。ベント入って、セキュリティ見てる人、ここ、あの、ベント入って逃げよう。セキュリティ見てる人を殺して、キルして、ベント入って逃げよう。はい。ラリエル。ベント入りまーす。ベント入りまーす。で、これコンボ強いんだよな、このプロキオ。おー、強え。よし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 。オッケーオッケー、警戒。ちょっと待って、奥にしよう。奥に来ない。なん、どうなってんだ、マジで。奥に来ないよー。奥に来ないよー。まあ、でもこのプロキオ強かったな。ここ奥によりはプロキオの方が良かったね、結果的に。ベント引いていくからな。レッツゴー。来い。クイそう、オークネ強いんだけどなんか手駒に来ないんだよな。まあでも今みたいに B 駒を引いててもね勝てちゃうっていうのはあるんでね、 B 入りで俺は使っていくよ。やっぱかなりはでかい、あれは強いんでね普通に。ほいラニー。さあどっちが混合として優れているか。まあ相手は混合じゃない可能性もあるけどね、その他とかの可能性もあるんですけど。来たー、やっと来たわ。お前ほんと遅かったな。遅かったじゃないか。何やってたんだ、どこで油食ってたんだこいつは。油売ってたか。油食って油食う多くにいるし、想像したらちょっと草生えそうだけど。うん、でもこの多くにいるしね、スキルの発動条件ないっていうのは本当に優秀だと思うわ。ほい、まずはジャブ行こうか。ねえ、オーラ引いてんな。俺もオーラ引きたいな。あー、トリプルオーラー。やばい、トリプルオーラー。ラリーでトリプルオーラー。
変えんか。ちょっと待てよ。1ポーンとかあるんだろうな、これ。いやー、これ取るか。まずいね。あれか。デネブだな、多分これ。やばいぞ。これ特殊出さないんだろうな、多分。ラニードラゴン。リテウスのあんま好きじゃないけど。強すぎー、マジで草。強すぎて、やばい。こうなればお互い腹をくくるしかない。まだ半分、まだ60杯いかないところは、まだ大丈夫。3900でしょ。よいしょ。まだいかない。まだこれ、エルキスコンボ使えない。ちょっと奥主の使い時難しいけど。言うて、特殊発生するコマは入れてるんだよ、絶対。エンデガとかは。けど、まあ、しんどいなー、リーケ。オッケー、オッケー、オッケー、熱い、熱い、これは熱い、これは熱い。オッケー、これ熱いぞ。これめちゃめちゃ熱い。これは熱い。これ熱いですよ。で、これ考えよう。大国に打つかどうか。いやー、正直繋いだ方が早い気もするんだがな。いや、大国打っても絶対3点以上かかるな。これ繋ぐわ。相手トリプルオーラだから。ん？待って。いや、うん、ダメだダメだ。これ繋いだ方がいい。申し訳ないが、繋いだ方が勝てる、これは。うん。申し訳ないが、これは繋いだ方が勝てる。よいしょ。しゃあない。ちょっとこれしゃあないわ。相手が悪い。行くしかない、これは。A4 奥に打っても多分ね、3点かかる。こっちの方が勝ちの確率は高いと思う。で、メイ切ってるからね。よし、それいい。で、まあ、最後ここで奥に入れ耐えれるっていう可能性も少し残るが。それ飛ばせねえな。これも奥に行くしかないね。考えます。チュポ来ること考えると X 奥にの方がいいんかな。奥にコンボ一応狙ってみるか、そんな多分変わんねえよな。いやー、これどうかろう。取った方が良かったかな、アルジン。けど、こうするしかないな。行こう。トリプルオーラ。さあ、事故ってくれ。頑張れ、奥に。お前の力見せてみろ。見せてみろ。頑張れ。貫通はないか。OK、この感じで貫通ないな。どうだ。だトリプルオーラがやべえな。OK、チップ本当に来た。これ耐えるぞ。よし。よし。よし。で、ここでオークニーのコンボ 80% あって、なんかいけ。完璧。いけるか、これは。行くしかねえ、オークニー。お前の底力見せろ。おめえならいける。80%。最高の火力を見せてやれ。よーし、完璧。マジでチップ引いてきたね。オッケーオッケーオッケー。よし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 。そう、A3 オークニーだと、なんかチップ打たれたときに、こっちのコンボが B6 でなくなるんで。危ねえ、ナイス奥に。この一戦だけでも価値がある。お前には。この一戦だけの価値ある。まあ、ワンチャン今のビナでも同じことできたかもしんないけど、総合的に奥にの方がやっぱいいんだよ。さあ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 。まあ、でもあの金やらで特殊ダメージ返せたのでかかったな。あれなかったら、話は変わってたかもな。行くぞー、レッツゴー。お、やっぱなんか竜多いな。うわ、それだったら大将で潜ってもいいんだけどって感じなんですけど、全然いいっすよ。てかオーラやっぱ引くの強いわ。でやっぱトリプル、あ、間違えた。こいつユーハだと思っちゃった今。やべえ、間違えた。エルティナでよかった。打ってから気づいちゃった。まあ UD や、大丈夫大丈夫、こっから大丈夫、勝つから。でオーラ引いてないな、強いわ。よし、コンボ弱い。熱い熱い熱い。チューポンあんのかなこれ。チューポンありそう。もう焦点変わらないでチャージ打たずに打つって。あ、おぉ、これ逆だったらめっちゃ強かったやつ。よいしょ。これ逆だったら超強かったな。エルティナ打ってハンジュだったらさ。まあでもいいか。やべ、俺いた。やめろ。あ、でもそっちは美味しい。そっち消してくんの美味しいぞ。美味しい美味しい美味しい。で、ここ。大事。ここ大事。めっちゃ大事。めちゃめちゃ大事。はい、ランちゃん。これ悩むな。どうする？威力から行くか。いやでもこっちから行くか、普通に。言うて相手考えてたしな。でもこっちからでいいと思う。焦らなくていい。2手飛ばしするなら威力なんですけど、ワンチャン飛ばせない可能性もあるんだよね、その場合は。で、相手もチュポとか引かれてたら、負け確なんで、威力の場合は。フェリー押さえた方がいいな。
オッケー、くる。クルちゃんに、ママで、これクルちゃん撃たれて、猫抜き。はい。強い強い強い、よいしょ。これパワー、あ、ママちゃんこれ3枚で飛んでた。ごめん。3枚。3枚で飛んでるやん。油断した。やべ、油断したぞ。3枚で飛んでるんか、これ。やべえ。そんな強いと思わなかった。油断したけど、オッケー、これ耐える。勝った。あぶねー、あぶねー。おお、意外と危なかった。これ、チュポ打たれてたらやばかったじゃん。危な。これ3枚今、ちょっと気づけなかったな。飛ぶんか。あ、撃ってから気づいたわ。その、てか、この試合、グダグダすぎない。初手、あいつ撃ってれば、今ので終わってたもんな。エリティナから撃ってれば。普通になんか、頭抜けるわ。あ、そうだ、ファンジー。あれだ、ショート打てないんだみたいな。キャラもないと打てないんだったみたいな。オッケーオッケー、でもなんか勝ってんな。やっぱ大国っていうかコンバート強い。ちゃんと勝てる歴になりやがった。頑張ったな、コンバート。下積み時代、辛い下積み時代を終えてよく強くなってくれた。辛かったな、コンバート今まで。まあでも多分今ぐらいでちょうどいいよ。これ以上強くなんなくてもとは思うけど、いや、わかんねえな。でも言うて俺がね、組めてるデッキが強いっていうのはあるんですけど、まあそれ他のデッキにもいることなんで。さあ、オッケー。まあでも実際なんかコンバートね、てかマジで速力ね、 なんでこんな多いコンバートさ、あれじゃん、カナリーとかさ、あの作れてない人もいるかもしれないですよ、リフィールとか。だから今年夏に入ったらまた強くなるんじゃないかな。強くなるっていうか、使う人も増えるんじゃないかな。はい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 。ほい。あ、ゴーラくん。てか、ゴーラくんがね、なんか手駒に来ないっていうのが優秀だよな。君は、ケツでいいんだ。永遠ベンチでいい。ベンチで輝く男。それがゴーラ。ベンチでいいよ。まあまあまあ。たまには手駒に来てもいいさ。みんなの顔が見たかったんだろ、コーラーよ。ただ、大国がマジでこれ。あいつなんだ、うちの、あれだな、仙道だな、大国。大国仙道だ。あいつ全然手こに来ねえわ、仙道。両名の仙道だ、こいつ。寝坊を示して、つって。全然手こに来ねえよ、大国。さあ、ペナルティーホースくらい。いくらいく。とはいえ、まだ相手も HP をやって、テュポーンとか来ると話が上がる。あと、ルルディオも終わるな、これ。ルルディオ、テュポーン終わるな。来ちゃった。やべえ。耐えろ。耐えろってか、これ、なんとかするしかない。こっち打って、取らせて、左下 X とかで頑張るしかなさそうだけど、やばすぎ。コンボつないで2300しか出ないか。つらい。厳しい。厳しいよ。厳しいものがある。まあまあ、テュポン引かれてたらしゃあないみたいなとこあるけど。お、それは、俺、オークニンとか引いてワンチャンないかな、これ。なんか、お、オークニン。オークニン。左下 X、オークニン。待ってよ。考える。一番火力抑えるのはそちらだ。で、D6 取られたら、あいつのコンボ繋がる。で、オークニン取られたら、あいつのコンボ、エリティナコンボ繋がる。オッケー、こうだな。ワンチャン。で、このオークニンの特殊ダメージがちょっと軽く、いい味出すんだよ。で、次、オーラ引いちゃうとまずいな。オーラ引いちゃうとゴーラでは飛ばせない気がする。これが最善だな、おそらく。で、お、相手オーラ引いてない。はい。まあ、これは無理だ、オークニン。よくやったよ、今まで。これは無理だ。ちょっと今日、リュウ 1.1 ってもあるし、相手オーラなくても飛ばせるっていうのは強いな。やられた。どんまい。じゃあもう一回いくわ。いや、大国もうちょい活躍させたいな。全然手駒に来ないんだよな、こいつ。強いんだけど、間違いなく。来ないんだよ。手駒に。なんとかもう一回手駒に来てくれ。でもコンバート強くね。結構勝ったよ、結構。ここまで。さあ行くぞ。レッツゴー。なんでこんな速率多いの？神探来て大国主を活躍させるみたいな展開を俺待ってんのに、なんでこんなそこに多い。寝た？あ、来た。いやでもね、大国の強いことをね、見せてあげる。これ初手なんで、初手 X 大国なんで。これ大国ね、コンボが見て
あの無条件なんだよ。これマジでマジで送りの強いとここ本当に。コンボ無条件。いわばティタ。こいつはティタみたいなもんだ。ホース版コンバート版ティタみたいな。さあどうする。ああ。なんなそのトップ引きマジやめえや。まあ、しゃあない。いやー、まあ、これしょうがねえよ。これは僕には悪くない。マロニーが悪い、これは。これしょうがねえ。でも言うて強いでしょ、これ。これ強くない？ちょっと X 打てるっていう、この2ターンの完結っていうのがね、いいよね。3ターンとかじゃなくて。ドロメダとかもいいんだけど、ドロメダ3ターンなんだね。システム。1、次で解除か。どうしようかな。プロキュンだな。子犬パワーパワーで、俺レフ打たれるんで、プロキュンのコンボで攻めたい。パワーやばーい。けどオーラ引いてない、ジェンキいった、ワンチャンないな、ワンチャンないかな。ワンチャンねえかな。フルリクルリが一枚軽く出るね、これは。フルリクルリ打って、よいしょ。5022か、ちょっと火力足んねえけど、これ左ベック作ると、次飛ばせねえかな、やべえな。ラリエル、いや、アステールぐらいしかない。やべえ！エッツ様に行かれた。やべえ。じゃ、なんかいけ。ランタン熱いけど、きついなぁ。考えろ。次で飛ばすんなら E6。いや、どう考えても厳しいけど、一応竜ゴマ取っとくか。なんかあるかわかんないから。うん、これ耐えるしかないな。エルケス以外のエゴマなら耐えれると思う。俺の。いやー、やばい、オーラ行かれたんならこれ飛ばされるかも。エルスとか守護者ならワンチャン耐えねえから。でもオーラ引くってことは、あー、ジジ。くっそー。やれた。これちょっと即流しんどいな、こうなると。マロニーからのチュポーン、フェリア。あー、無理だな。やれた。ちょ、もう一回行かして。なんてこんな即流が多いんだ。頼む。もう一回だけ行かしてくれ。ちょ、もう一回行かして。こんなに即流になんか、引き回されると思わなかった。シチュー引き回しの上、内首獄門よ、これは。氷結されてからの当てて、てか、しかもあのアラジンランプも地味にやばくね。あれ取らなきゃ無理だもんな。リューフェリ打たれてチュポンっていう。いや、これ無理だったな。完璧なムーブされた。ちょ、頼む。奥に頼む。初手に氷結さえ来なければ、今のは。めっちゃ強かったんだけど、やられたな。頼む。あ、まあ。え、なんか神隊いなくね？さっき俺大将使ってた時めっちゃ神隊いたんだけどな。神隊のちょっとネタなさてみんな。あ、オッケー、かなり強い。いいぞ。夏ブラ。なるほどな。どうしようかな、これ。夏ブラ初手に打ってきた。あ、でもこれベンチ打つしかないんか。そっか、お前使えないのか。お前初手に打てないのか。忘れたわ。これちょいちょい忘れるんだよな。さあ、ベント使ってあげて。オーラ引いてない。X 来るか。まあ、問題ない。大丈夫。で、ほい。ゆえは、万が一のロック警戒しといて、コイネパーします。かまいたち起こして、さあ、かまいたちしまして、火力出してよいしょ。いいね、コンバート。8。末広がりの8。いいぞ。で、これ、ベントのコンボ強くなるの、地味に強いね。さあ、どうだ。もし俺が謝って来られてきてたとしたら、絶対に認められてたと思うか。OK。これどうしよっかな。まだ持ってなさそうかな。おお、国主。はい、答え、お国主です。こっち打ちます。オッケー。これもうこっちでいいっす。ベントロコも地味に強いんでね。削っちゃって。で、大国のカット入るんでね。ここで2ターン多分耐えれますね。バハムート打たれてからの電話耐えれるんで。ナイス、大国。いいよ。
活躍してる。で1500の特殊地味に強い。15こうなると俺飛ばせないけど相手も飛ばせない。なんでこれはもう弁当の3枚返し行っちゃうか。弁当使うわ。弁当使ってワンキルします。あーゴーラモスか。ゴーラモスか来るけどもう俺3枚行っちゃうよ。北斗神拳お強い。北斗神拳奥義。北斗神拳これ次ゴーラまだ飛ばねえか。さすがにゴーラでもビナ打たれたらねって思うとあれなんだけど、でも言うてビナ打たれた後に耐えれるか。ビナ変奥義これそうだね F2 ぐらいしかないし。あメイちゃん待てメイちゃん強いわ。めっちゃ強いな。その貫通2枚雑誌はやばいな。あでもフルクル引くと。よしよしくるり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 そろりそろり。あぶねえ。リリティとか引いてたら甘かったね今。まあまあまあ言うて勝ちの方が可能性高かった。よし奥によくやった。そうこういうのがねできるんだよね。奥に2ターン2ターンっていう絶妙な。俺めっちゃ奥にのことをしてるけど、いや本当だからね。普通に強いと思うわ。よし行くわ。一回だけ普通にこいつはいける男だと思う。やる男だと思う。こいつはさあ行くぞー。はい、うん、もう諦めた。神タンに当たって送り主使うみたいなのも諦めたわ。もういねえわ今神タン。諦めた。まあ、一旦ベント行くか。ベント入ってワンキル狙うで、リリティエ先生引いてるのはまあ悪くないね。でその HP はおそらく何かいんではない。どれでか早めに奥に引いていいよ。ここ奥に引いていいよ。あゴーラモスか。ゴーラモスか。コンボは 40% アップか。まあ、それまでリリティエ編を決めらいたいかな。うーんあんま強くないねゴーラモスか。まあまあまあそんなもん。 B ゴマなんてそんなもん。でどうだ。ドルデガから来た気になら。オッケーオッケー。これリリティエ打っていいんだけど引き見てから。はい私に命を預けて。ランちゃんか。まあリリティエいっか。よいしょ。リリティエ打ってちょっとビビらせて、であとあと金アラにも当てれそうな雰囲気はあるんだけども、ドルデガ切ったし正気ぐらいしか多分罠回収なくて。守護くるオッケーオッケー。守護ですね。でここ大事。ここオークリンとか引いたらマジで熱い。はいエルティラか。どうしよっかな。まあ、罠の線切るか。罠の線切るかどうかで考えたいな。まあでもこれ、なんかな。そう、罠持ってるなら、こっちから切って選んってのもあったんだけど、まあ、こっちでいっか。罠持ってないと思いたい。持ってたら悲しい。夏村か、まだいい。で、そうなると、エルティラのコンボの方が強いんで、D5 の進行が強くて、アステルか。いやもうこれこっち行こう。威力打たれた時に俺のどうせなくなるない可能性があるから、これも当てよう。当てて金アラのコンボ誘発狙って、でその後相手どうせないし、相手の召喚も D4 からのコンボぐらいしかなくなるんで、これでいっか。ワンチャン無視されるか。言うてアステルのコンボ相手怖いっしょ。で罠持ってたら今の A4 罠打てるし。持ってない。嘘だ。そこ罠来るんか。いやでもん、いやもう行くしかないな。これはこれ行くしかない。ドロック考えると、ちょっと考える考える考える。俺引いてない。いやロックの線切った方がいいか。ラリエル打ったらさワンチャン耐えれるとかないかな次のターン。いやでもエルティラだな。で B4 来る。いやー俺一瞬ミサトかなーっていう淡い希望を、ちょっと淡い希望を期待したんだがダメか。クソ負けたか。いやーそこでリリティあんのか。まあでも判断、うん、発想悪くなかったね。今 D5 から入ったら E6 リリティ打たれて結局きつかったん で B4 打たれて俺引いても飛ばせないって感じか。うん発想悪くなかったんだかな。 D5 打って E6 打たれた後に当てた方がよかったかな。いやでもどっちみち先にリリティ打たれるんか。無理か。あー死んだ。ひー、うん
ダメだな。今のはしょうがなかったな。イリティか。なんかミサトとかにかけるしかなかったね。ミサトかポーリプスとかにお願いするしかなかった。いや、こんなんで終われねえな。もう一回行くわ。3回負けちゃったけど、俺そろそろ神タン来ると思うよ。寝たんかな、神タン使い。頼む、来てくれ神タン使い。いると思うよ神タン使い。来い来い神タン使い。神タン使い来い。神タン使いに大国を当てて、どうしようってなってるところに、アステール、プロキオン、エルティナ、三重士が襲いかかるっていう感じでいきたい。はい、これ勝ったー。やべえ、マジで神タンいねえわ。忽然と消えた。あれ、今日の星神タン結構多いと思ったんだからな。忽然と消えたな。忽然と消えたわ。てか吉野ってビビる。急に吉野来た。でもね、多分吉野タイム多くに強いぞ。特殊カット。いや待って、待たんか HP。 待たんか。来い来い。あー、口からタコ吐いてる。もう行っちゃうか。よいしょ。宿主からの力を見せてやる。かえんで、リリティハリーのって感じかな。いや、マジで神みたいな。おー、アリスあるんか。まあ問題ない。ここ、ほい、オッケー。これエルティナから行きたいかな、個人的には。C2 になんかあれなんですよ、特殊コンボのやつとか打たれた時にリリティで牽制できるんで、先にリリティじゃなくてエルティナで2枚返し。オッケー、こういうのが来るんで、これでリリティ打った方が、まあ、牽制できるんでね。こうなればお互い腹をくくるしかない。せい、オーラとか引いてたらね、今のでつなぐとかも全然選択肢だったんですけど、一旦これで。さあ、これで A4 打ちにくいんじゃないかな。で、B6 が出てきてもエリティナのコンボあると。はいーはいーはいー。待て待て、もうなんかいけ。ほい、ランタン熱い。うわー、お前オーラだけ呪いやがった。貴様許さん。ラリー入れてます。オーラだけ呪う、そんなことあんの。待てよ、これロック打たれてゴーラ引いたらやべえな。いや待て、これ B6 来るか。次飛ばせない説ある。さては、あ、オッケー、3枚ならいける。よし、耐えれるよな。4呪いでしょ。あー、もうこれはありったけを注いであげるしかないね。ありったけを君に送ろう。ちょっとごなんかな、不完全燃焼だな。あと1回だけ行かせてもらっていい。ごめん、ちょっと今日の動画長くなるけど許して。あと1回だけ行かして。なんか送り主全然来なかったし、この試合不完全燃焼だ。じゃ、もう1回だけ行かして。もう1回、もう1回だけ行かして。行きます。はい、よし、これ勝ってやろう。頼むぞ、頼むぞ。俺は大国主を使いたいんだけど、こいつなかなか手こまりこない。ただ来た時はちゃんと仕事してんな。うん、来た時はちゃんと頑張ってるわ。まあ、ちょっと氷結とかされたけど、それぐらい、それでちょっとだけ株落ちたぐらい。いや、でも言うてそんなで株は落ちねえだろ。来い。これはどうだろうな。よし、いいぞ、この奥に強いぞ。初手大奥に行きます。フォース、フォースと共にあらんこと。さあ、最後にこのアレス縛いてね、気持ちよく降りましょう。さあ、どうする。初手リリティはさすがに打たないと俺は思ってるよ。まあこれリリティだったらちょっと痛いけど、まあしょうがないね。オッケー、この展開はもう X っすね。ほい、そうだよな、初手にリリティは打たないんだよ基本的には。で、さあ、大国コンボスキルめちゃめちゃ強いですこいつ。お、大国ね、コンボやばいですこいつは。 80% です。やっぱ初手から出せるっていうのいいね。まあさっきから初手に来なかったから、あんまり初手出しからの動きってのはなかったんですけど。 OK、 これ取ろう。取ります。
でどっかで毒コンバーとかなんかじゃないけど、オッケー神、ここはステル神 80% でもうしばきます。もうこんなんしばいていいです。はい、はい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 、 9.45、 おー、えぐすぎえぐすぎえぐすぎ。で、あとは毒か火炎コンバーと引ければもう勝てますね。これは毒火炎、あー S バナか、いや毒火炎引いたらもう終わり。これははい、あ、引かん、あ、でもこれ飛ぶんじゃね飛ぶんじゃね、よいしょ、ペナルティフォース、よいしょ、アゲハー、はーい、はい、上からしばきまーすね。まあ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 、ウォーライも引いたしって感じなんですけど、これが送りますよ。 80% をいつでも狙える、十分です。よくやった。じゃあお疲れ様でした。今日はおります。まあ何回か負けたんですけど、特にミスして負けたとかでもないんで、よかったんじゃなかろうか。ってことで、死ぬほど肉が多い、死ぬほど憎いにしようか。死ぬほど憎いって名前の方が良さそう。うん、そんだけでね、死ぬほど、あになっちゃった。まあでいいや。ってことで、お疲れ様でした。ちょっと長い動画撮ったんですけど、まあ送り主ね、え、本当に強いですよ。あの S3 コンバートだと、リフィエルとかになってね、なんか手駒自体は安定するのかなって感じだけど、やっぱ多くいるしね、うん、みんなね、みんなが思ってるよりは強いっていう感じの俺は評価なんで、こいつは強いと思ってるんでね、よかったら使ってみてください。じゃあまた次回やりましょう。面白い動画、よろしくお願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。